はいいどうもオクポンでございますウォーウォーウォービットおー OK ウェブですね。えー、まあ、あの実業の方でも暗号通貨の他にもね、えー、まあ、業績がいい OK ウェブ。あそこの絡みでですね、えー、発行されるウォーウォーウォービットが15日にビット Z、BitZ に上場することがが公式からアナウンスがされてますで、まあのー、私もそうなんですけども、KYC を済ませてない方はね、えー、即、即、やっとくと。で、こうな,なんていうのかなあ、雑にはね、扱われないと思うので、お支払いをしてて、で、その中で公開っていうところでね、待ちに待った公開なんでね。 でそれを受けてのアナウンスでございますとおいうところです。で、次がですね、これ GMO がマイニング事業に380億円投資、これ以前ね、なんかお話をもしかしたらしたことがある案件なのかも分かんないんですけども、こちらですね、まず4月に既存品にマイニングと、でまあ、6月、10月と。 この辺ですね、えーまあ、これからあ追加稼働っていうのが出てますので、えー、で自社マイニングっていうのはまあ計画通りっていうね、クラウドマイニングっていうのは6月開始っていうところで出てますので、でまあ、この辺ですね、えーまああのーまあ、そのまんまです。 うんまあ、ざっくりと380億円、えー、投資をしてるってことで,でこれだけお金があるってことは GMO コインですね GMO 証券 GMO コインっていうのがありますから、まあ、ここですね GMO っていうの,のの資産っていうのもどれだけあるのかっていうのも見とくのもいいのかもわかんないですでちなみに、まあ、コインチェックの騒動を受けて、えーまあ、投資歴バレキが長いですね方があこんなことを言ってますうーん 暗号通貨のね暗号通貨をどこでやるのかって言ったらまあ GMO あたりがいいよねってあそこお金あるからっていう話をして,してたのでまあそちらもね神で余談なんですけどもお情報共有をしときますでですねえっと本日まあ、まあ、これ余談まあ余談でもないかな あと暗号通貨のグループね何個か私が立ち上げたって言ったら立派なもんなんだけどもあの入って私が作りますって言って入んないですかっていうのが何件かあるんですよでまああの代表的なのはノアですよねノアの LINE を作ってみましたでこちらはもう1週間ぐらいで200人の方200名様がですね えーまあ、入っていただいて本当にね、えー、ありがとうございますと。で今もちょいちょいと入ってくださってる方があいらっしゃるんですけどもあの自由にですねその辺はノアを買われてるあるいはその可能性ですね少なくともその可能性を持ってらっしゃる方あーですね。でもうノアのね何て言うのかなあーノアはとんでもないからあそんなものをもう、えー な,なんだろう、ごちゃごちゃにしてやれみたいな方は、ちょっとご遠慮ください。ううん、愉快犯みたいなね、方はあ、申し訳ないですけども、あのー、もう、入っていただきたくないんですよね。で、まあ、本当ノアで、えー、県ノアの件で盛り上がるっていうことなので、まあ、そちらですね。で、あともう一個ありまして、ヒュンダイ、ヒュンダイの、こちら、グループが、まあ、こちらはごく少数なんですけども、一応、こちらもあります。で、 あの今なんでこのグループの LINE グループの紹介をさせていただいたのかっていうとその場所場所でですねえまあ餅は餅屋とお餅を作るんであれば餅屋さんに頼んだ方がいいあるいはもう長年ねえ餅を作ってる方に頼んだ方がこれはいいよっていうことなんですよで話題がねあの餅はあねなんていうのかな 電気屋さんであれば電気製品をお願いするのはやっぱり電気屋さんかなっていうところじゃないですかでこれを別のミスワさんにね電気のこれが悪いんだけどちょっと直してよって言ってもちょっと待ってよとうちは電気屋じゃないよっていう話になるわけですよでで今のグループの案内ですでノア、NO AH、のお話をしたいんであればやっぱノ、NO、ア、AH、グループが一番で楽じゃないですかでそれでヒュンダイもそうです ヒュンダイのお話をしたいんであれば疑問質問があるんであればあるいは暗号通貨全般に質問があるんであればあ、まあ、今回はヒュンダイノアあっていうところで最初導入で入ったんだけどもおまあウォーウォーでもいいですよ。でそういうグループがあったとしたらそこのグループでしか話せないアンチっていう方がいらっしゃいますからね。 えー、絶対アンチっていうのはいらっしゃいますからそこのグループでしか盛り上がれない話題っていうのはそこのコインのグループ内でやっていただいたらいいんじゃないかっていうところなんですよで再度私の方でヒュンダイとノアの方の案内をさせていただいたっていうところなのでぜひぜひねあのこちらあ、まあ、入ってください、えー、で今ね リアルタイムにこのノアの方は今どういう話題になってるのかというと当然ノアの方もそうなんですけどもこれはねアクティブですよすんごいアクティブうんとねえー、まあ一昨日あったあものであれがあったですよアビトラアビトラの情報もですね勝手にもうどんどんね乗っけて えー、もう参加をされる参加をされた方の情報もですねどん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 ん乗っかってきてえー、たわけですね、これは非常にいい私にとって見てですね、えー、ありがたいことというかあ何がありがたいのかというとグループがあー勝手にいい動いているわけですね。で勝 勝手にこの BCN か BCN で勝手に動いてこのねアビトラでえまあこれいいよってこの情報いいよって言ってで勝手に動いてるんですよこれがねこれがいいわけこれがね素晴らしくでえ私の考えの一つに人間って勝手に動くと思ってるんですよ何か足りないものがあったら勝手に乾けば水を欲するでしょそれと同じように自分がこれを欲しててあ この、こう、ここに聞いてもダメだ、あっちに聞いてもダメだあれば、もう自分で調べるしかないって。で、ないし、もう自分で調べるしかないんだよっていうのが、インストールされてる方がですね、割かし、こう、多い。で、アクティブに、やれ、エアドロップがうんちゃらとか、あんちゃらとかっていう話をですね、えー、して、えー、くだあさってるんですよ。で、で、えー、 本当に非常にですね、そういう面でですね、今、あのー、n o a a l i n はめっちゃあ、まあ、アクティブですよ。で、BNB、えー、に関して言えば、BCN かに関して言えば、あのー、昨日は本当にいい私がその情報をもらったぐらいなんですよ。他の方からも情報はもあったんですけども、お すごいんですよ。LINE グループの n o a だけでですようんと。6、6時間は言い過ぎかな。24時間は言い過ぎかな。まあでも、10時間ぐらいで600件以上の、ーああだのこうだのってやりとりがあって、何なのかなと思って見てみたんですよ。おおあ、えー、っと、えあ、そうですね。えー、でですね。 うーんまあまああのそのそうノアのね、えー、BCNBCN のアビトラの件で勝手に盛り上がってくれてたというところでこれは、まあ、非常にこういうグループなんですよでアクティブで、えー、乾けばやっぱり欲するっていうところで動いてくださってですね今日もやっぱりノアの話題だったりとかあとはあざっと見るとやれウィ、えー、ッチコインが どうだとかあ本当にね、まあ、自由にしとけば自由にしといてこれでいいんじゃないかなと。で、あのー、私ここのグループの別に管理をするつもりはないって最初ね、えー、オープンにするときに言ったんですけども、あのー、ここねなんで管理をしないかっていうと勝手にやっぱり相場なんてものはあ株であっても今後何か相場触れるにあたってですねリスクっていうのは絶対何かあるんですよ。 例えばなんか紹介されてウイルスを貼られたとかね。 えーまあ、ICO を勝手に乗っかって、えー、それに対してあ、まあ、持ってかれちゃったとかねお金でもそれに関しても全部自己責任なんですよで私がこれを守るののはあ比較的簡単なのかなかと思うんですよでこういう話があるああいう話があるっていうからあそれを私の方に通してくださいって言って、えー、一つのフィルターをね設けて、えー、そこのでろ過されたものをグループに流していただくと。で私を通してわざ,わざ 私のの方でで発信をすするっていうのは楽なんですよただなんでこれを私の方でやらなかったのかなんですよ。最初の方は無責任だとかね。えー、で奥本、ね、さんが管理人なんでしょって。で奥本さんが管理をしてるんだからその辺はちょっとワイワイあったんですよ。ネガティブな発言だったりとかね。やっぱりあった。あなんですけどもなんで、えー、それをその縛るっていう形で。 何回かあるんです正直な話何回かグループの外に出しちゃったとかねそういうことはあったんだけどもそれでもですね230、まあ、人弱の方が集まってく上で、まあ、100分の1以下ですよ100分の1以下の方が結局まあそのぐらいの確,確率でね確率で言えば200分の1かな200分の2かな まあ,まあ100分の1以下ですよ、確率的にね、えー、そのぐらいの方しかあまあ外に出さなかったということは、非常に良かったわけですよ。で、あのー、なんていうのかな、勝手にその秩序ができてきたっていうのが本当の話です。私が縛ることなく、うまあ、個別にね、相談さうく,くださった方もいらっしゃったんですけども、基本、基本放置で、基本放置で、えー、置いてます。 うっていいうううのもそういうことですリスクっていうものが世の中結局ノアでねノアが上がるか上がんないか分かんないよ分かんないんですけども上がるっていうものでえみんな見てえどうやったら前向きに捉えられてどうやって発信していくのかっていうのは各自で勝って。 勝手に判断されてるわけですよこれが非常にありがたいいいしし素晴らしいというとうころですである方はこの n o a のねグループに入っていただいて n o a アって n o a のこのグループのね感じ n o a コインがどうのこうのではなくてグループの感じっていいよねっていう話で私のあのバリューをね、えー、バリューを買ってくれたく,れくださった方もいらっしゃるんですよ。 どうやってこうなのかなっていやいやあの人っていうのは正直なんですようん勝手に動けますよと何んんて言うのかな縛るのは簡単なんですけども縛ったら世の中と同じになっちゃうからまあそういうことは言わなかったんだけども縛ったらだって世の中卑屈になっちゃうじゃないですか。 あ,のある程度ゆるゆるでいかないとででよく言うでしょ「断捨離ってなんで言うの?」ってうやるのって言ったらスペースを作るんだよとスペースを作ることっていうのは非常に大事なんですよだから頭がいいっぱいでは絶対だからだかで,すよで遊びがあ遊びをした方がいいよって、えー、思うんですよ最近すごく思うんですけども、あのー、遊びは何でいいのかって言ったら頭があ,あそこの。 おーまあ仕事でもビジネスでも何でも投資でも何でもいいんだけどもお一回外れるんですよまあ子どもさん子育てでもいいですよ一回外れる外れるとどうなるのっていうとりまあまあ頭にゆとりが出て、まあ、どっちがどっちでもいいんだけどもとにかくゆとりが出るでゆとりが出ると何ができるのっていうと空きスペースが出るんですよ 空きスペースが出るとおまた新たな何て言うのかな,あーなシナジーっていうのかなあ何かその空きスペース遊んだところで空きスペースが出てあこんなことができるんだっていうのが発想がで出るんですよね遊びからって。 遊びから生まれるのは発想なんですよ。で、その発想が、ああ、すらしい、次のね、えー、一手、次の一歩、次のモチベーションになって、とにかくこの空きスペースを作るっていうのが非常に大事。で、このノアグループもそうですよ。縛,縛るなら縛るんであれば、まあ、それはそれで落ち着いちゃうと思うんだけども、落ち,落ち着いちゃっちゃダメなんですよ。 わちゃばちゃ、わちゃばち,ちゃやってて、あっちがいいだの、そっちがいいだの、こういう情報あるよ、ああいう情報はいいよ、パソコンどういうのを買ったらいい、マイニングするんだよ、そこういうのはいい、ああいうのがいいって、勝手にね、勝手にアクティブに、勝手に動く。うん。で、えー、こうーですね、えー、グループの LINE の、ね、トークを見てて、えー、思うことは、やっぱこう、一部の方なんですけども、やっぱりアクティブ。 うなんですけども新しい方が入るじゃないですかで新しい方がこう多少こうしンんぐりしながらね入れ替わって、まあ、ずっといる方もいるしいずっとでもなくてこう新しい方がアクティブに発言をしてってまた新しい空気が入ってね、えー、そうやって回ってるような感じで世の中本当このなこのねノアの,のトークンを見てると、まあ、世の中みたいですよ 新しい、えー、例えば仕事も変わったよってで仕事も変われば情報も変わるしね転勤したよって言ったら人も変わるからそこの転勤先もね 自分の方も新しい考え方旅に出ればね旅っていいですよで旅に出ればもうそれも遊びの一環みたいなもんだから旅に出ればやっぱりあの頭がクリアになる現れる新しい情報入る新しい価値観生まれる新しいポジションを取るから新しい何て言うのかな考え方が価値観考え方がまた出てくるでしょで感覚がやっぱりね、えー、刺激されるからこれがいいんですよ うん、あのー、このノアグループもそうですよ縛らないからいいんですよね。 えー、みんな皆様ですね、やっぱ個々に仕事をされてるあれ自営だったりとかね、会社を経営されてたりとか、あ本当にピンでね、えー、仕事、ビジネスをされてる方とかね、いらっしゃると思うんですよ、こうやって見てるとね、うん、で会社を設立した方がいいんじゃないですかみたいな話をすれば、やっぱりその方があちょっと出てきて、いや、こういう話、こういうので、このぐらいのね、資金がかかりますよと。で会社を建てるのにはあ こういう段取りが必要ですよって勝手にですよ勝手にこうやってフォローをしてくださるわけですよこれでこれがね素晴らしいあの人間っていうのはこうやっぱこうなんだなって思いますよあのいろいろあるじゃないですか決まりって、えー、労働しててこういう決まりああいう決まりってあるんだけども割と人間って本当のところ言うとアクティブなんだよね頭は。 でもアクティブなんだけども殺されちゃってるんですよその感覚あっちやっちゃいけないそっちやっちゃいけないっていう,うそのアクティブなね、えー、思想っていうか考え方感性っていうのを殺されてでくちゅーっとこう縮まっちゃって萎縮しちゃってで出せないよと出せないとどうなるのっていうと、まあ、死んだお魚の面になってしまったりですねやっぱりその生き生きしてないと生きてるんだからやっぱりね 生き生きしてないとお目に魂が入ってないとねやっぱり人間は面白くないと思うんですけどもこのノアグループのね、えー、これを見てるとこれ皆様これノア、あのー、目に魂が宿ってますよこれね、えー、すんごいアクティブあっちから情報を持ってきてあっちがいいよそっちがいいよとかねうん空気感もこのお皆様がこう作ってくださっててこの辺はやっちゃいけないやっちゃいけないとかね勝手にこう を判断をして暮らして、えーまあ、これどうなのああなのっていうのをやり取りをしてださるところなんですよね。で基本私が最初に言ったのはまず縛らないでしょ管理者はまずいないよと。でもう一つはあここがあ私非常に大事、まあ、みんな大事なんだけども非常に大事にしてるのはポジティブな、ねえー、思想であってほしいというところでこれもこの辺全部ね継承されてるんじゃないかなと思いますんで。 だからあー、本当ね、このアクティブで勝手にこうやってくれる、誰々に頼らないっていう、この性質っていうのは非常に大事ですよ。投資をやる上でですね、誰でもフォローしてくれないですから、お金も貸してくれないしね、いや、あのプレゼンがうまければあ、それこそ貸してくれるのかもわかんないんですけども、それも自分自身じゃないですか。 自分がこういう考えあってこうしてこういう未来があってこの事業にはこういう可能性があるからだからお金を出してください出資してください貸してくださいって言うわけじゃないですかで全て自分自身なんですよで投資もやっぱりそこですよねうん肝というか核はあ誰も頼れないともうで自分それこそ、T、投資なんて孤独なもんですよおやっぱ戦場だしね ツイッター、まあ Twitter、でたまにね、えー、株赤の方が流してくれるね何言ってんだと戦場だぞここはと和気、まあ、あいあい食事してね投資の話をしてるときはしてるときなんだけどもいざ あこのポジションを取る時ねさらば中だとかあ考えどういう,う暗号通貨を取っていくの暗号通貨株を買っていくのどの企業をこうするのああするのっていうのは全て自分で考えて、えー、人が貼ったものとか売ったものとか買ったものと,とかっていうのはもう全部それはその方々のお話であってこっちがこっちだよっていう,うそういう話をしてるわけですよ。 だからね、えー、本当にいい、こういうね、アクティブなね、のはいいわけですよ。うん、で、えーまあ、人はあ、基本的に、いまあ、この考え方って非常に大事だと思う。人って頼るんじゃないんですよ。頼るわけでもなく、うなぶら下がるわけでもなくっていうところは非常に大事うだと思うんです。その そのの心的なものですよ人に頼って、えー、株のこれが銘柄がいい,いたまにこういうのも出ますけどねツイッターで株赤あの方を見てると出ますあっちが悪いだとかそっちが悪いだとか、まあ、すぐ外しますけどねフォローうん、あのー、そういうのは出ますけどまあそれはある意味よくわかりますそのそっちが悪いそっちあっちが悪いっていう言いたくなる気持ちもよくわかるんだけども おその気持ちはね私もそういう思いっていうのはしたことがあるからよくわかるんだけども気持ちは組むんだけどもおやっぱりいななんていうのかな関わりたくはないなっていうところがあるんですよやっぱそういうふうになってしまうしやっぱ市場はアクティブだし戦場だしい、まあ、言葉は悪いんですけども殺し合いなわけですよお金の取り合いみたいなところがあるからただ暗号通貨の場合はまだ市場が膨らむ前でね手前で えー、動いてるので、まあ、ここに関してはあまだまだあなんだろうなこうやって和気あいあいやってても問題はないんじゃないかなと思うんですよ。お40兆ドル市場になるって言われてて、えー、でまだビットコインで見ててもお、まあ、その10倍までは一回、まあ、ビットコインなんか10倍とか言ってますよね、うん。今100万円だから1000万円ぐらいまで1枚いくんじゃないのっていう話が出てんじゃないですか。だ、うん、だからそういう市場だかららそそううい市場こ おまだこうやってやっっててられるんですよでその後おでその後の話ですよねこのノアなんか特にそうで、えー、もう誰も助けてくれないっていうところの何ていうのかなフリーにしてるしいーまあ縛りをね極力作りたくないっていうのもそうだしで管理者を作らないっていうねその核に私があるのがもうそこなんですよね。 めちちゃくゃ儲かったとお。1枚ね、それこそ500こ円、1000円になったよと。おそりゃ大変だと。いやー、みんな本当ありがとうねって、この前あ、あの時はねって言って。で、それでね、儲かったとしたら、儲かったとしていいんだけど、その後が投資のスタンスっていうかあ、人に甘えちゃっちゃね、ノアがどうのこうのではなくなるじゃないですか。ノアがどうのこうのでなくなった後が、やっぱり大変なわけですよ。で、そこの部分も、やっぱり、 こうやってフリーにしておくと勝手にこう養っていくっていうのかなあーななんていうのかな考えるっていうのかなで全、えー、全員が全員じゃないと思うんですよね、えー、全員が全員ではないとは思うんだけどもこのかこの中のですね何十分の一何分の一かはあそういうふうなあ考え方っていうのはおのずとね。 できてきててその後暗号通貨っていうこの今市場が広がる後ですよね暗号通貨にそのまま居座るのか他の事業をやるのか宇宙に行くのかアフリカに行くのかインドに行くのか、まあ、子供を留学させるのに自分も一緒にくっついていくのか何でもいいんですけどもどう動くにせよですよ全て自分が判断して自分がそうやって動いたことっていうのは今後に生きると。 おいうところっていうのがあ私のこのね、えーまあ、なんていうのかな、えー、もしグループとかね、えー、枠を作るんであればあ発信はするんだけどもおこういうスタンスこういうスタンスなわけですよ。うん、頼られちゃうとまた違うし頼ってしまうのもまた違う,うん。じゃあ何なんだよって言うんだけどもそういうことですね持ちは持ちや。 あノアの話であればノアのグループ内でやった方がいいじゃないですかって話で、えー、ヒュンダイもそうですよヒュンダイのグループの中でやった方がいい,い,いでしょって。で、まあ,あ、エイダもそうですよ。エイダもそのグループ内でやったらいいじゃないですか、リップルもね。 うん、だからそういうグループを作ると結局そういう風にあっちが悪いそっちが悪いその情報あっちが悪いそっちが悪いってなるんだけどもでもこの n o a はね非常にこの分かんないですよ他のグループがどうなってるのか分かんないんだけどもこの n o a のねグループはよくできてますよ。うん、非常にあのその枠管理者がいないで枠にとらわれないっていね縛りを設けなかったっていうのは本当によくねこうやって まあこれを育ったって言ったらまあ横平なね上からのあれなんだけども勝手にこうやってまあこれ各個人個人の個性がこうやって出てるんですよねえ世話焼きの人とかねえ世話を焼いてくれる人は新しい方にいい挨拶を返してくれる方とかまあいろいろいらっしゃると思うんですよね。 でそういう部分の自分の個性ですねこうやってアウトプットしていくと自分が何たるかっていうのが見えてくるんですよ。あ自分ってこういう性格なんだっていうのが振り返った時に絶対見えてくるんですよ。 でこれも今、リアルにねアクティブに動いてくださっている方が経験としてねなっていくと思うので今後、自分で何かを展開するとかっていうのにも必ずね縛りを作らなかったことが生きると思い,思いますんで本当こので、ね、もし、ね、グループを作るんであれば本当縛りを作らない。 あっちが悪いそっちが悪いってやっぱり出るの出るんだけどもあっちが悪いそっちが悪いっていうのも極力触れない方がいいですねあのグループを、ね、あの作った方っていうのは極力触れない方がいい、えー、両方の意見は分かるんだけどもなんでそうなっちゃったのかっていうのはやっぱりあの相場もそうでしょ感情の振れ幅のできた価格みたいなのはあるでしょで今日であればあこのアップバンクとかねアップバンクは明日も行くと思うんだけども上にね あのー、アップバンクもそうで、あのー、今日私何回かやったんですよね何回か45回やもっとやったかあー7回ぐらい買って売って買って売ってってやったんですけども。 こんなのもそうで、やっぱどこで何が入ってくるのかって、この感情がこれだけ触れてるんですよ。で、株も暗号通貨も数字で出来上がってるから、あそれをチャートにね、数字の点を、冷やしを点にしてね、やっていけば、チャート5日二25日七75日線、200日戦、100日戦とかありますよね。で、そうやってなっていくわけじゃないですか。これの触れ幅なんですよ。あの、人が悪いだとか、そっちがいいだとか、でそれも,もうある、ある程度立つと、 落ち着いちゃいます。うん。落ち着いちゃう。あっちが悪い、そっちが悪い。いや、で、合う、合わないってありますからね。合う、合わないはある、うん、人だからあ。これはね、何、えー、とも言えない。何とも言えないんだけど、合う、合わない。納豆ダメな人いるでしょ。納、う、豆、ん、ダメな人いるんだけども、納豆好きな人もいるでしょ。うん、だからあ、そのぐらいの感じですよ。うん。そのぐらいの感じだから、あんまりその、おそこのね、えー、短期的な。 であっちが悪いそっちが悪いってなっちゃった場合にグループをね作られる方あきっかけを作,られ作る方はそういう,う意味合いせっかく相場と付き合ってんだからこれ人間の感情もやっぱりそうですからあっちが悪いそっちああああっちいやあなたのことは分かるしそっち側のことも分かるって言ったらそっちの。 そうやって言ってる方が大変になっちゃいますからね。ああ、あの人の時にこのタイミングでこれ言ったんだからあ、その人がいるところでこれ発言できないって自分で自分に縛りをつけちゃったら辛くなっちゃいますから、だからそこはそこで大体落ち着いちゃいます。この少なくともノアのこのグループ内を見てると、うん、落ち着いちゃいますんで、グループを作る場合、あるいはあグループ何かを発信したいんであれば、あその持ち,持ち屋さんね。 で、電気は電気屋さんだし、味噌はみ噌屋さんだし、お酒作ってるとこであれば、酒屋さんに聞くのは、やっぱり楽ですよ、うん。お酒買いたいんであれば、酒屋さんでしょ。うん でまあ、そういういことですよ、うん、僕は私が一番ねこの言いたかったことはまずグループがね、えーまあ、ノアのグループとヒュンダイのグループがあるっていうのともしね、えー、自分でそのね私が今言ったあグループの他にもなんかグループ作りたいよっていうんであればあーそういう考え方あフリーにした方が楽なのと個々が勝手に判断するからいいのと おなんていうのかな人間のパフォーマンスのすごさっていうのを知れるんじゃないかなと思います。うん。人を集められればね。うん。LINE アットとかっていうのは一方的じゃないですか。こっち側がああだよ、こうだよって。私、LINE アット登録していただいてる方は本当に申し訳ないんだけども、ほとんど、おほとんどっていうか発信をしてないんですよ、そういえば。 ああまあな、なんかのね、あのー、ちょっときっかけを作ってね、そこから配信をしたいと思うんですけども、少々お待ちください。っていうところで、LINE アットは LINE アットで一方的でしょでも、LINE のグループはグループで、勝手に個人個人でこう動いてくださるんですよ。まあ、テレグラムでもいいですよ。うん。だからいいんです。うん。だからいいんですよ。うん。あのー、本当ノア<ー>はよくできてると思いますよ。 240人、230人、240人弱いて、えー、落ち着いてますからね、新しい方は、まあ、紹介してくださっていいんでね、で入,れ入,れ入っていただいて、でもう許可とかね、別に取らなくていいですし、でうん、そこで、えー、やっぱうまいこと、まとまっちゃうと思うんですよね、まとまっちゃいけないんだけど、わちゃわちゃ、まあまあ、わちゃわちゃやってるから、あそれがまとまってるっていう意味なんです。 ですけど、私が言うね。わちゃわちゃやってるから、それがいいわけですよ、うん。で、そんなこんなですね、なんとか、あまあ、このグループはやってんだけど、もしなんかあれば、あまあ、はい、入ってください。ノアもヒュンダイもね。うん、ヒュンダイもまだ上場してないから、私もわかんないことはあるし、その辺の情報共有でね、使っていただいたらいいんじゃないかなと。で、ヒュンダイのこと、ノアのこと以外にもね、 別の話、暗号通貨の話もありますし、今度、税金の話とかね、詳しい方もいらっしゃるでしょ。うん。あの、やってみたら、うん、暗号通貨もね、私も確定申告行きましたけども、確定申告行かれてる方とかね、いらっしゃいますよ。もうあと半年、7ヶ月、まあ、9ヶ月か、9ヶ月ぐらいになったらもう、次の確定申告気にしなきゃいけないからね。9ヶ月したらもうやらなきゃいけないのか。 うん、ねもうほぼ準備をして、えー、あそれこうしろこうするって爪に入ってないといけないかもしれないですね個人でやるにしてもね、えー、でそういう話も今度ツールがあっちのツールが無料でできるよとかそっちのツールがあー有料なんだけどいいよっていう情報もね勝手に拾ってくれて、えー、っていうところもあるんですよで拾った方は拾った方でこれいいよって投げてくれるんですこれが不思議と。 うん、人っていうのは自分でいいよって思ったものは投げたくなるんですよ。いい情報。それが有料であれ、無料であれね。うん、まあまあ、そこはね、えー、その個人のね、どういう投げ方っていうのはその個人の自由でございますから、そこは何もやっぱり縛らないでね、い、えー、こうかなと思うんですけども、何かあった場合にもね、うん、っていう感じでですね、まあな、な,なかなかいいですよ。うん、あの縛らない。えー、で、管理者持たない。作らない。 あこれがいいいんじゃないかなかと思うみんな言いたいんだもんね結構ねやっぱり、うん、知ってることとか調べたこととかあでそれその環境がいいんですようんそれが本当によく回ってると思いますよ、うん、っていう感じでですねまああの半分ね、えー、グループがどうのこうのとかっていう話になってしまったんですけども作られる方はあこれ3回4回目かなあ縛らない で何ていうのかなポジティブなね姿勢で投資っていうところはあやっぱり自分個人個人でやっぱ戦うところなんでうんだから投資,投資のスタンスっていうものをこちら側ねうん馬歴が長い投資歴が長いからこうだよああだよって教えるって聞かれればね聞かれれば言う必要はあるう場面もあるのかも分かんないんだけどもあんま あんまり、あんまりっていうかね、私は個人的には答えない方がいいかなと思ってるんですよ。私は、あのこんなことを YouTube にコメントされたことがあるんですけども、株をやるのにもね、まず本を読むでしょって、で、奥本さん本を読,んだ読んだですよねって、いや、私は読んでませんよっていう話をしたんだけども、で、私の場合はまずゲームをやること、で、投資であれば株っていうものをまず買うこと。 うんえー、当時は後楽園と全商、すき家を、ね、管理している中雄とかね、全、え、勝、ー、が管理しているのがスきヤとか中雄とかねお、あとなんか寿司のね、お寿司屋さんのどっかあやってますけども、でそこと後楽園、あのラーメン屋さんです、うん。で、アジアに展開しているラーメン屋さん、あそこの株を買いましたと。で、次に買ったのが東電と。 で、その頃なんか全く、チャートが抜かんのとか、5日戦、25日、今でもあんまりよく分かってないけど、あのー、そういうものも、考えたダブルボトムだとね、そういうの、いろいろあるでしょ。うん、5日戦と25日戦がこう交わって、ゴールデンクロスだとか、デッドクロスだとか、その辺はまあ、王道のね、お話ですけども、そんなのもよく分かってないですよ、未だに。うん でまあ、今、あ見えてるところで言えば、あこの改ざんがどうなの、売り残がどうなのとかっていうのも、最近ちょこっと気にし始めたぐらいで、今まで全然こんなの気にしなかったです。で、いよいよ、もうこれ投資じゃないと、私もね、えー、まあ面白くないっていうのと、おまあ、時間をすっ飛ばせないなって思い始めて、えー、まあ、なんていうのかな、あそういうのを見始めたみたいなね、えー、ところです。 で,で、そういうことなんで、投資って本当そうなんですよね。自分であれって思ってから初めて見るものだと思います。で、教科書通りに行かないってのも、はらから分かってるし、そんなだって人間があ、この周りにいる人間がね、自分の言う通りになるかって言う通りにならないでしょ。うん、だ,れだって、ポケモンやっててそう思うのよ。うん、だからポケモンやってたら本当に人間の動きっていうのがよく分かる。 あっちの方がこういう動きするあっちの方がそういう動きするってだんだん分かってくるんですよ。でその性質っていうのも分かるんだけどもでもひょんな時に変な動きをする時ってあるんですよ。でそれを縛れるかって言ったら縛れないですよ。それ相場そのものですよ人間の動きなんて、うんでなの。なのでやっぱり自分で踏んでみないと時代を踏んでみないと私は分かんないと思う。 本を,読本を読んで勉強しやるのもその方のスタイルだし、私みたいにね、えーまあ、石橋を、まあ、壊れてもいいから渡っちゃうスタイルっていうのもそれもそれでね、その方のスタイルだと思いますから、まあ何も言わないですよ。何も言わないんだけども、私はーゲームをやってから説明書を読むかなっていう、マニュアルを読むかなっていう感じですね。 困った時にそのマニュアルしかも会ったことがあるとかね、えー、まあ私であれば男性の書いたあ会ったことのある信用できるかなとあとはうまい方かなってバレキが長いかなってバレキが長ければ長いほどまた考え方が分かんなかったりするからなかなか難しいんですけども、あのー、スタイルもありますからね短期スタイルなのか長期スタイルなのかってスタイルもあるし。 モテるのかモテないのかっていうのもあるしね。で、性格が逆に短期だから、もう長期でぶん投げるっていう気持ちで、私の今、暗号通貨のスタイル、うーだ気になるからあ、結局買ったら買いっぱなしで、IC o をちょっちょ、うん、買ってね、買ってみて、えー、今、ぶん投げてるような感じですよね。特にちょこ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 いじんないで。うん、っていうスタイル。それは私が、 その暗号通貨まで、えー、正直手が回らないあちこちあちこち情報を拾ったとしてもそれをおー動くそ,ー、ねえー、そのコインを買う,う BCN をやってみるとかね、えー、アビトラをやってみるっていうのはあ私にはあちこちも持たないなと思ってるんですよ。思ってるのねだから あ、動かないんだけども、それは私がこうやって株をと付き合ってきて、暗号通貨と付き合ってきて、このスタイルがおそらくいいであろうっていう感じ。で今見てますんでまあこんな感じで動いてますけど、説明書がなんてないんだもんね。投資ってうん？その個々が受けてきた。あものに対してのおなんていうのかな？アウトプットはできてもうん。その？ あごめんなさい、えーっと。個人個人が受けてきたものに対しての行動の変化をつけることはできても他人がこうあるべきっていうのはあ時代によって違うしわからないからね今なんかスマホなんかね20年前はなかったものがあるわけでしょ。でまあ年金だって高くなるしね税金だって上がってくるでしょ。でそんな時代なのかもう30年40年前のイケイケゴーゴのね日本で生まれた方のスタイルのね やり方なののかっていううはもう全然違いますよね、うん、全然違うと思う,う速度も違うしで情報量なんかもおそらくどうなんんだろうな、まあ、23年223年いやー5年いやー10年5年分3年分が1日で入ってくるぐらいの情報量なんじゃないかなと思いますよ3四4 0年前と比べたら江戸時代でえっ、ー、とあれ 江戸時代、私、そういう話したことあるんだけども、あそれは言い過ぎたかな。江戸時代で、江戸時代の1年が1日で入ってくるっていうか、な。昔の3、4年前の情報でね、そんなことを言ってました。だから、あ今は江戸時代と比べたら本当に1年半分ぐらいの情報が1日に入ってくるんじゃないかなと、スマホがこれだけ普及してるし。うん、だから、 あそこは本当スタイルは投資のスタイルなんでそれは個々で確立していかなきゃいけないことだと思うしいい生物だから教えても教えきれないしね本を読んでも多分どうなんだろうな私は分かんない,い,いまあバカなんでしょうねそこはうんだ人が言った通りにやりたくないっていうところもあるしやっぱりそこはバカなのかなっていうところはありますなんですけども私はそんな感じかなと思ってそのまんまね、えー、自分流のその部分をね え貫き通さないとおそらくその投資でね、えー、ずっと勝ち続けるとか勝ちを積み上げるっていうのはできないでしょうから自分で地雷を踏みながらあス,タイスタイルを変えるのかつ貫くのかあそ変化させながらねやってきますけど、うん、そこは分かんないね、うん、でだからやっぱり自由にしてるっていう部分があるんですよ分からないんだもんだって それを教えてって言って、教えたからって、その方がそうやってその通りにするのか、で資金力がどうなのか、家の環境がどうなのか、わかんないですよ。お子様がいれば、それは違うし、嫁さんがいれば、旦那さんがいれば、おじちゃん、おばちゃんと同居してて、おじちゃん、おばちゃんがこういう環境で、なんだ、どっか老人ホームのなデイサービス、 っていうところで一日こう、まあ家を離れてね、他の方お年寄りとお友達をね、一緒にわちゃわちゃすんのに送り迎えをしなきゃいけないとかね、なってくれば時間は時間でそこで取られるし、じゃあどうしようかっていうのは本当にそのスタイルっていうのは個々でね変わってくるから、こうしなさい、あの時間にこうしなさい、その時間にそうしなさいって言ったところで人ってのは動かないんじゃないのって思うの。当てはまらないからね、私のスタイル。ね、うん。 だディスプレイがこうやってあって PC があってキーボードがあってそれしかない空間を作れる家もないでしょ全部が全部そういう空間を作れる家でもないとは思うんですよ、うん、でこうしなさいああしないってわた私が言ったならばあその方の人生においても縛りを作ることになるかもしれないですしそれが正しいのかもしれないんだけども私はそうは感じられないかったんでね うん、あっち言われたんですよ上手い人になんで分かんないのかなっていうただ分かんない人がいるのよねとも言われたけどね、うん、こうやってこうやって間違いだって私が言ってんのになんで分かんないのかなってただ私も見てきてそういう人いるんだよねたまにって言うんですよでたまにの存在なんですようん私なんかねだからそ,れでそれはそれでいいと思いますうん個々のね でそういうスタイルで、えーまあ、グループを作られる際はね、うん、やられると非常にね、えー、風通しがよくて、えーまあ、勝手に考える環境と勝手に情報を持ってくるうのができるんじゃないかなとただあ全てにおいてこれだけは言,言っといた方がいいのがやっぱりリスクは自分でね自己判断で、えー、許容できるかどうかだけの話なんでねそこはあやっぱり。 えーまあ、投資は自己責任って言葉で落ち着いちゃうんだけどもそこはやっぱりいい、まあ、そこは縛るんであればそこの部分だよね、えー、何でもいいんだけども投資は自己責任っすよっていう話はあやっぱりそこだけはしといていいんじゃないかなと思うんですよね。うん、あとネガティブ発言もしないとかね。 さっき言ったねな、何項目かあるんですけども、まあそういうところを見とけば、勝手にそのグループでアクティブに動いてくんじゃないかなと、グループ全体がね、と思います。作られる際はね、その辺にを、まあ、参考にできるんじゃないかなと思うんですよね。ここでやっぱり持ってる情報っていうのは、どこからあ、まあ、9割5分、9割7分、8分はね、同じような情報を拾えますから。 あやってみてください。もしないグループであればね、えー、作ってみるのもまたね、その作られた指示っていうかな、あ指揮を取った方が、あまたその経験になるんじゃないかなと思いますよ。なかなかね、面白いけど、なかなかですよ、うん。っていうところなので、まあ本当すいません、こんな話でね、えー、っていうところでございます。それではね、素敵なコインライフをお送りください。